ということで小沼さん、ステージ選択画面ですけども、これは信長編っていうのと光秀編っていうのがあるんですね。はい、今回は、まあ、信長あの時代を焦点当ててますけれども、光秀編からもあの同じような時代を描いておりまして、まあ、あの2つの視点から、ストーリーをそれぞれ補完する形となっております。なので、各ルートですね、まあ、これ今六条合戦があって、下にもあの光秀の六条合戦があるんですけども、はいはいはい、まあ、こちらでちょっとずつあのストーリーの見え方が違いますので、今回あのどのようにこのストーリーモードを楽しんでいくかというところをご説明させていただければと思います。はい、では実際にプレイして見てみましょう。そうですね、まずは六条合戦ですね、信長編の方からスタートさせていただければと思います。お願いします。はい、これはどういうことだ。ストーリーがちょっとずつ違う、視点が違う。六角義方、三好三人衆を破った織田信長は足利義昭を奉じてついに上洛を果たした。義昭いいキャラしてる。信長は直ちに朝廷に働きかけて義昭を将軍の座につけると、京の本国寺に将軍家の仮御所を設置。将軍家の警護役として光秀と秀吉らを残し、自身は盟友の長政を伴って本拠の美濃へ帰国した。うん、なるほど。六条合戦、義昭様を無事に京に送り届けたことだし、これで少しは天下も落ち着くかな。そうはいかない。さっぱりした。チャラい感じありますけど。ちょっとチャラい感じあるね。忠を尽くす者がどれほどいるか。だから兄様に長政様が助けてあげるんでしょ。今はそうだな。俺も兄様助ける価値のあるうちは助けるな。兄様、それってどういう。にゃーん、ありがとう。旧社が参りましたぞ。かっこいいのが出た。かっこいいやつ来た。今日追われた三好三人衆にまたも不穏の。テレイどうよ。最高です。長政直ちに。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや美声です。不穏の動きったって。あ、よかった。演技要請はまだだろ。ですね、声優やっててよかった。いや本当ですね。今から動かねば間に合わん。まだ将軍が撃たれては困るのでな。ここまで終わった。終わった。